日ごとの糧。2022年9月14日。私は苦難の中から呼び求めるあなたを救い、雷鳴に隠れてあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試した。紙八81編8節しかし、私を通して福音があまねく述べ伝えられ、すべての民族がそれを聞くようになるために、主は私のそばにいて力づけてくださいました。そして私は、 獅子の口から救われました手元への手紙第24章17節「神様がそばにいて力づけてくださった」とパウロは若い手元に書き送りましたそういうことを実体験として語られるっていうのは嬉しいことですよねでもそういう出来事は多くの場合それを通過してからうーんしばらくしてからこう気づかされることが多いかもしれないいつの間にか忘れてしまうことさえあるように 思います考えてみれば私たちが感謝を忘れているような日常的な出来事や内容の中に神様がそばにいて力づけてくださったというべき事柄は溢れているような気がしますおそらく気をつけなければいけないのは恩知らずにならないようにということかもしれませんまあそのためにも今日を丁寧に生きるという姿勢が求められているように思いますそして あの人からの助言、あの人からの支援、あの人からの励ましのメールなど、それらの背後に、神様からの恵みを思い浮かべる余裕というか、気づきがとても大事なのだと思います。あの人にありがとう、そして神様にもありがとうが言えたらいいなと思うんですよね。良い一日にに。なりますように